300、500円。そう、300、500円。
あとですね、
ちょっと待って。
木と関係ってほどじゃないんですけど、でもなんか雨が多くなってるねっていう1ヶ月と乾燥し乾燥するじゃない乾季ってことじゃないんだけど、ちょっと少なくなるよねっていう多分由来的があるねってこう発見した人がいるんですよ。でマンテンさんとジュリアさんが言ったオシレーションが英語で振動的なんですけど、なんか熱帯も年中とにかく真夏なんじゃないんだよっていうことをこの人が言い始めたっていう話でした、はい、でこれの論文がですね、まあもう何千本と出てるわけですよで僕がこれの研究テーマを扱い始めたのはもう数年ぐらい前で、僕はもう完全に新参者なわけですね。もともとは僕、まあ、知ってる人もいると思いますけど、梅雨をやってたわけですよ。日本で梅雨の研究してたんです。で、寒気だ、暖気だ、はい、っていう低気圧と高気圧の話の世界でやってたんだけど、熱帯はわけわかんねえけどこういうものがあるっていう話を待ってるジュリアさんが始めて、で30年40年何千本と論文が出てるけど、いまだにわけがわかんないで、まあ、ちょっとざっくりこう衛星の雲がどういうものか見ると、これは年中常夏と思われている熱帯をなんかこうちょっと大きく揺さぶってくる大きめの雲集団ができるという話なんです。それが MGO というか、この辺なんとなくまとまってるじゃないですか、まあ、この辺にもいるかもしれない。でとにかくこれがちょっとずつ動いてくるんです。でそれをこう観測するためにこの間ちょっと船に乗ったりとかジャムって来てから、僕は今 MGO を研究するグループにいるので、それで、まあ、そういういきさつで MGO を研究することになりました。何やろうかなっていろいろやってた時に、とにかくお前は海の観測をしろとこうやって出ていくわけですよ。でやってるうちにとにかく何かテーマを見つけて、何だかその今まで何千本と研究してたのにわからないっていう何かを見つけて、ちょっと分かったふうにしようでそうやらないとこういう論文にならないわけですよ。はいはい、わかりますよね。で、なんで、まあ、どういうものかって、僕ら去年このインドネシアのこの辺で船を持ってって観測したんだけど、あ、ここでワーカーが降ってったっていうと、だんだんこう不思議なことですね、東に動くんです。で、熱帯は、東からですよ、転倒だから東から西に物が動くのは理解できる。もうこういった場合はそれに完全に真逆に逆らってくると、全く意味が分からんっていうのがこう何千本の論文でこうああだこうだと説明してた話だ。こうかもしれないかもしれないと、それで、まあ、こんだけこうでかい集団なので、これ大部分、4、5個分ぐらいあるわけです、大きさでいったら。で台風4、5分ぐらいの雨雲がドカーンとできたら結構なインパクトがこうこっちに来る。なので、注意度にはこんなインパクトがありますとか、そういう研究もあるし、まあ、とにかくそれで何千本なわけなんですけど、で僕はこう僕の頭の中の常識は多分結構みんなに近いと思うんですけど、寒気と暖気の間に前線ができて雲ができるよねっていう常識になってますけど、でも熱帯をずっと研究している人はこれは注意度の話であって、そんなのは熱帯にはない。熱帯は何を言ってるの、熱帯というのはとにかくここのあたりね、10度10度ぐらいのあたりは全部常夏で、どこで雨雲ができてもおかしくない、でも固まるから不思議じゃないかという話をしてるわけです。で確かにそうなんです。で僕はですね、こうまあとにかくこの30年間なんで東に行くのか、なんでできるのかすら分からなかったという話を、なんかテーマないかなと言って、まあ、いろいろ勉強してたんですよ。で過去これをどう説明したかっていうなんか理屈があってですね、で一つ目がこう超有名なのがウェイブシスクっていうんですけど、ウェイブシスク知ってますか？シスクってないんですよ、はいはいはい。それでね、ウェーブシスク全くわけわからんっていう人ちょっとやるんですね、はい、ほぼ全員だと思うんですけど、
それはこの406ページに書いてある。でもやっぱりわけわかりませんみたいな。で俺もよくわかんなかったんで、これちょっとパスです。パスで次にですね、いろいろ読んでたらこれが出てきたんです。水蒸気モードします。水蒸気聞いたことあるぐらい。でミニ水蒸気モードよくわからんけど、